い、じゃあよろしくお願いします。今回はスーさんの定積分丸2定絶対値編をお送りします。しょっぱなから噛むっていうね。で、今回絶対値含む問題にもやっていきますので、まず一回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、絶対値含む定積分なのに、三角関数やんないのかよって思った方、もしいらっしゃればね、まあ目のつけところが素晴らしいんですけど、まあよく出てくるんですよ。絶対値コサイン X とかね。実はそれ入らなかったんで、次回もう一本取ります。定積分丸3でね、まあレベルアップ編っていうのをやろうと思うんだけど、まあ前回の動画と今回の動画で入らなかった問題をそこで、ね、入れておきますので、まあぜひね、セットでそっちも見てみてください。で、まず1番、ちょっと詳しい説明も入れたいとこなんですが、まず解きます。解き方からいきましょう。で、今1から9の範囲で、まあ、このね、絶対値ルート x マイナス2を考えていくと。で、絶対値が入ってるってことは、まあ、定積分だけじゃなくって、絶対値の中身が正なの負なのって、そこが大事になるわけ。そこから考えていく。で、1から9です。範囲もね、まあ、1から9、x が1から9で半考えるんだけど、必ず切り替わる瞬間があります。その中に。つまり、1から5までは負で、5から9は正になるよ、みたいな中身がね。で、それをまず考えていく。で、パッと分かればいいんだけど、もしパッと分からない場合は、まあ、どっかね、端っことかに、中身、ルート x マイナス2だよね。これが0、イコール0を解いていきます。この、まあこれ解いちゃおうか。やると、ルート x イコール2なんで、2乗して x イコール4。ってなるから、x が4の時に中身0なんだよ。つまり、x が4っていうところを境目にして、プラスとマイナスがおそらく切り替わるだろうと予想がつきます。で、これね、グラフ書ける方はグラフ書いて考えてもいいんだけど、まあ、自分多分グラフよりもこういう風にやった方が、特に数学苦手な子はね、やりやすいかなと思います。で、どう考えるか。まず、じゃあ、プラスゾーンを考えましょう。プラスゾーン。4で、まあ、これね、ルート4になればさ、中身0になるじゃないですか。で、ルートがここにルート x があるから、4より大きい数になればなるほど、当然ここの数が大きくなるので、中身が正になるのは予想がつきますよね。だから、x が、4から9の時に、こいつ、中身が正になるってことが分かりました。ってことは、4から9の時、この中身は絶対値がそのまま外れるんだよね。こうやって、外すことができます。で、同じように、中身が負になるのは1からスタートするから、1から4までの時は、ルート x の部分がマイナス2より大きくなることができないので、中身が負になると。で、中身が負になるってことは、絶対値はマイナスを括弧をつけて外すから、マイナス括弧ね。で、まあ、マイナス分配するって考えれば、中身こうなります。で、ここでです。もうこれができれば問題ない。いい？ここだけです。大事なのは。で、あとどうやるかっていうと、この与えられた様式を、1から4と、4から9に積分を分けます。積分区間をね。で、まずじゃあ1から4からいこう。1から4は、こう外すって分かったから、まあ、絶対値外してあるので、中身がマイナスルート x プラス2で積分しましょうねって。で、足す、今度4から9。4から9はそのまま外せるから、ルート x マイナス2で積分しましょうねって、こういう風にあります。絶対値の問題はね。で、それぞれ積分です。まずこっち。こっちの方がまあ、いいか。で、ルート x が x の2分の1乗ですね。2分の1乗積分すると、肩の数字が2分の3に増えます。で、2分の3の逆数、3分の2が出てくるから、マイナス3分の 2x の、2分の3乗。プラス2はね、そのままプラス 2x で OK。で、1から4。多数高等ので、こっちはね、符号変わっただけなので、3分の 2x の、2分の3乗マイナス 2x と、の、4から9。こうですね。で、まあ、4回入れなきゃいけない。ちょっとめんどくさいことではあるんですけど、丁寧に行きましょう。で、まずここは4入れます。上からね、4入れると、
まあ、スタートここか。これさ、4が2の2乗なんだよね。そうすると、2の2乗の2分の3乗になります。この部分です。この部分。で、これ、肩の数字って、約分できるから、こう消せるから結局2の3乗になるんだよね。4を入れると。で、2の3乗って8なので、ここがまずマイナス3分の16。で、4をこっちにも入れると、プラス8。で、引くことの、次1入れます。1入れると、これはまあマイナス3分の2。その1だからね。で、プラス2と。これで左側の括弧終わりました。次右ね、プラス。で、9も同じです。ここが3の2乗だから、9は。だから結局3の2乗と3の3乗になる、ここがね、入れると。で、3の3乗1個3約分できるから、結局これ3の2乗で、9と2かけるから18か。で、18で入れると、引く18。ラッキー、消えるね。引くことの、で、4入れると、まあ、さっきのね、符号変えたやつだね。3分の16、マイナス8と。まあ、大変でしたけどね、こうなりましたと。で、これ丁寧に計算していきます。ここ消えるから、ま、いいでしょう。で、3分のがくっついてるのはここですね。こう3つあって、まず2つ。マイナス3分の32。これプラスになるから、マイナス3分の30だから、マイナス10か。これね、マイナス3分の30になったから、マイナス10です。で、残りが、マイナス2、プラス8プラス8、16、14か。プラス14なので、計算したら、これで4で終了になりますと。いいかな？まず、解き方はこうです。解き方を覚えてください。ちょっと動画長くなって申し訳ないんですが、まあ、前回ね、定積分は面積の話、面積なんだよみたいな話をしたので、そこに合わせてちょっと説明していきます。いいかな？で、まず、これも絶対値くっついてるんですけど、y イコール、ルート x マイナス2、ルート x マイナス2についてちょっと考えていきましょう。で、これは、y 切片マイナス2で、x 切片4か。の、こういう、これが y イコール、ルート x マイナス2です。合ってるよね。そうだね。という、ま、感じになってるんよ。で、絶対値っていうのは、絶対は正しかならないので、グラフ書いた時も、X 軸のより下にあるやつは、鏡みたいな感じで上に跳ねるんでね、線対称にして。つまり、ここ、まあ、4でくっついてんだけど、こういう風になるわけ。2。だから、こっち点線にしよっか。こうなってるの。グラフとしては。だから今、この書いたグラフは、これに絶対値くっついたのがこれです。いい？で、これ、線対称で上に跳ねたじゃないですか。X 軸対称で。X 軸に対称したってことは、もともとあったグラフがマイナス y になるわけよ。X 軸対称ってマイナス y をマイナス y に変えるからね。だから、こうなってんの。ここのグラフね。この跳ねたこっち。で、符号全部変えると、こうなってるわけ。つまり、今、右側のこの部分は、もともとの、もともとっていうか、ルート x マイナス2なのね。で、左側のここの部分は y イコールマイナスルート x プラス2になってる。で、全部合わせると絶対値としてはこういうグラフになってるわけ。今ね。で、それを1から9の間で積分しろって言ってるの、今。1から9で。で、1から9っていうのは、まあ、1はこの辺にありますと。で、9ちょっとごめんね。入らないからここにするけど。9。つまり、こうなった時の、ここの面積と、ここの面積を考えてる。で、見てわかるように、4を境目に左側と右側の関数変わるじゃないですか。で、結局やってるのは、1から4まではこの関数で積分してね、4から9まではこっちの関数で積分してねって話をしてる。で、結局やってるのはこれなんだよね。1から4まではここでしょ？マイナスルート x プラス2で積分しました。4から9まではルート x マイナス2で積分しましたっていう。で、いちいちグラフで全部こう跳ね返して、で、関数どうなるのかなって考えると大変だから、だから、このか、絶対値の中身を見て、正になるとき、負になるときを考えて、ちょっと機械的なやり方になってね、申し訳ないんだけど、じゃあ負になったときは、もうね、絶対値は中身を、マイナスをつけて外す必要があるから、マイナスをつけて外しました。積分区間を分けて、計算したらできますよっていう流れ。結局は。だから、この部分足したじゃないですか、さっき。1から4って4から9。それは、面積、左側の面積と右側の面積、面積足せるからさ。だから足してるから、だから足すなの。1から4と4から9分けてね。っていう感じで、ぜひね、やってみてください。まあ、ざっとね、ちょっと拙い説明ではあるんだけど。
では2番ログでございます。でこれもね変わらないです。中身が正の時と負の時考えていきましょう。でまずねじゃあ同じように中身が0になる瞬間どこだと、こうね中身が0でこれログ x イコール1なんでログが1になるのは E ですね。ログ EE で1になるから、だから x が E っていうところで切り替わると。じゃあこれもねこっちがまあ正になってるから E より大きくなれば、進数がね大きくなればログはどんどん大きくなるからね、ログは値が増えていくので、じゃあマイナスより勝てるからこっちが大きくなるだろう、なるだろうと。つまりもともと1から E の2乗で考えているので、 X が E から E の2乗の時はプラスになると。でもう一個、1から E の時は中身がマイナスになるだろうと。 E よりちっちゃいとねログがマイナスに勝てないんでね。でプラスの時はそのまま外します。ログ X、マイナス1で、負の時はマイナスをつけて外すので、マイナスログ X プラス1ね。括弧がもともとくっついてるから、マイナス分配でこうなりますと。じゃあこれ計算していきましょうという話なんですが、ちょっとまあこれややこしい、若干ね。で、まず書きましょう。さっきと同じように。1から E がログ X、嘘でした。負の方だね、こっちはね。こっちがマイナス、ログ X、プラス 1dx。で、さっきと同じ面積が足せるからね。こっちを面積足す、右側が e から e の2乗。で、こっちはそのままね。ログ x マイナス 1dx とこうなります。で、それぞれやっていくんですけど、ここで厄介なのがログの積分ね。ログの積分です。で、これね。結構前なんだけど、部分積分丸2っていうところで、ログ X 直でこの積分はやってない。不定積分やってないんだけど、まあ、同じような知識をそこで勉強しました。もし復習したい方は、今、概要欄にも一応リンク載せとくんだけど、右上かな？ここにビックリマーク出てると思うので、そこポチッとするとその動画飛べるから、まあ、この動画見終わった後でも、よかったら復習してください。いいかな？部分積分使います。で、これね、書くとかな。ちょっとこれ消すよ。もう入んなかったらちょっと途中になっちゃうけど。やっていきましょう。ログ X ね。ちょっと不定積分でいきます。ログ X を積分したいんだけど、ログ X は部分積分で、X の微分したものをかけてる状態と見てやっていきます。X 微分したもの1だからさ、1としてね。で、こうやって部分積分やっていくと、まずそのまま外すんだよね。X、ログ X。外して、引くことのインテグラル、こいつ残してこっち微分だよね。で、ログ X 微分すると X 分の1なんで、X と X 分の1って1なんでね。ちょ、あえて書くけど。こう。ほんな書かないよ。1dx。まあ消しちゃうか。こうね。dx になりますと。で、1の、積分っていうのは X になるだけなので、これは X になる。だからこうなります。で、本当は不定積分でプラス C がくっつくんだけど、定積分の時はプラス C 無視していいので、結局使うのはここです。ここ。これログ X の微分ね。ああ、そう、積分ね。ってやっていくと、じゃあ行きましょう。ここ。まずこいつです。これまあマイナスくっついてるんで、あれにマイナスなんで、マイナス X、ログ X、プラス X になるのね。積分すると。で、それと、ここにもともとプラス1がいて、こいつ積分すると X じゃないですか。だから、結局ここ 2X になるんだよね。こうなる。こいつとくっつくと。だから、中身が、X、ログ X、プラス 2X です。の1から E で足すことの、でこっちは符号を変えるだけだからね、 X ログ X マイナス 2X の、E から E の2乗と。さあ丁寧に入れていきましょうか。長いな。いきますよ。まず E 上からいきます。上端からいくと、でログ E は1だから、ここまず最初はマイナス E ね。マイナス E なんでこんなに E みたいになっちゃった。こうね。で後ろも入れるとプラス、2Eカッコ閉じます。今度、加担なんで、下、マイナス、1入れると、まず、ログ1が0になっちゃうんで、こっちは消えますと。で、こっちが残るから、一応書くか、0、プラス2で、こうね。で、左側のカッコ終わりました。右行きましょう、プラス。まず、E の2乗入れます。で、まずここか。E の2乗ね。E の2乗、ログ E の2乗です。で、ログ E の2乗って、まあ、2が前に出てくるから、こう。で、ログ E は1だから、消えて、2ね。
に、だからまあこういう感じ、消すと。2、2乗。ここね。2、2乗。で、後ろが、まあ消えるんだね、お前はね。こう。で、引くことの加担入れると、さっきと同じか。e でマイナス2と。入ってるか？あ、OK ね。こうなります。さて。まあお前さん消えるからいいや。消えるから。で、ここは e でしょ？で、ここも e だから 2e か。2e と、マイナス2となって、まあ、2でくくっても綺麗だけど、まあ、これでいっか。大事だね。これ2でくくらんとバスとは言わないでしょ。まあ、くくってもいいよ。2カッコ E マイナス1でも全然いいんですけど、まあ、こんな感じで、やってみてください。まあ、ちょっとね、復習します。簡単にね。だから、絶対値が出てきた時っていうのは、絶対値の中身が、政府を考えなきゃいけない。で、それが、定積分なので、今、積分範囲が決まってますね。区間が決まってる。1から9とかさ、1から E2 乗みたいな。で、ほぼ 90% 以上の問題で切り替わるから、どっかで。この範囲でして、積分区間なのに、中身全部正でしたよ、なんて問題、ほとんど出てこない。学校の定期テストとかだと。必ず切り替わる。そのために出してるから。だから、どこで切り替わるの？ここは4だったね。4から9は正、1から4は負、みたいな感じで、きっちりそこを抑えてから、積分区間を分けて、こうやって計算する。それぞれを。で、それぞれの面積を計算して足していくので、まあ、計算ミスが出やすいところではあるんだけど、前回やった知識であとは解くことができるので、そこだけ注意してね、ぜひやってみてください。では、今回はね、定積分丸に絶対値編ということで2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。